おはようございます。2013年11月6日水曜日6時5分になりました。おはようございます。11月6日水曜日ですね、水曜日ですねっていうのもう朝晩がね結構寒くなってきてるので、そろそろ冬服というかコートとかねしっかり準備していかないと、日中はね結構暖かくなるんですけれども、ただまあ朝晩冷え込むので、風邪などひかないように、またインフルエンザとかね流行ってくるので、その辺の対策もしっかりマスクとかして PM2.5 とかも来てますしもうなんだこちらさて、ですね、 IT メディアニュースから今朝見ていきたいと思います。ちょっとねこれなんですけども、iPhone に機種変なのに、充電器やカードリーダーも総額12万円、KDDI に販売方法改善求め、野津氏が、要望書ということで、これ滋賀県で、起きたトラブルなんですけれども、KDDI なんで au ですね、au で、タブレットとか iPhone の購入をした人から、消費者ですねからちょっと市の方に相談がいろいろあってですね、でそれで調べるとどうもその iPhone の買い替えして機種変更で充電器とかねそういうものって別にそのままこう使えるんですけれども、でそういうなの別にいらないのに、なぜかそういうのを全部セット販売にされて、で、よく説明がわからないうちに契約をしてですね、でそうすると家帰って開けてみたら、あれなんでこれいるのみたいなね、そんなことになってたりとか、するということで、明らかにその最初からセットになってない、でその含まれてないのに後からその付属品をいるからというのでなんか一緒にされたり、あと必要のない契約をですね、一緒にされてるということがあって、どうもこれはおかしいんじゃないのかということが問題になってきてます。で、さらにですねちょいとこれはどうかなということなんですけども、どうもこの、市がですね野津市の方で調べたところですね、当初見積もりに付属やオプション契約の内容と金額をセットにして提案する販売方法、それからスマートフォン購入者に対し使用目的や知識、経験などを考慮せず、一律にタブレットなどの関連商品を勧誘していることが分かり、同氏によると、これは会社からの指示であることが確認されたというということなんで、まあ、KDDI 側の公式コメントではないんで、まあ、なんとも言えないですけど、ただ、この市がね、調べたところ、どうも会社の指示で、最初からセット売りをすると。いうことと、それからその知識とか経験とかそんなことは考慮せずに、とにかく、タブレットとかそういうのも全部一緒くたに進めろと、そういうまあ言ったらご利用ししろみたいな感じですよね、そんなことになってるぞということなんですよ。でまあここに来てね、そのスマホとかいろんなものがこう出てきて、やはりそのガラケーと違って分かりにくいんですよね。いわゆる通信の契約だけじゃなくて Wi-Fi でも使えたりとかいろんなことがありつつ、でアプリがダウンロードできるだの、なんか、そういうね、いろんなよく分からない、普通の人にとっては何のことかなっていうね、そのなんとなくはわかるんだけど、でもそれに例えば Wi-Fi をやるっていう時に一体何がいるのかとかよくわからない、どうすればそれが使えるのかが今一つピンときてないところに、
これとこれもいりますよみたいなこと言われたら、あ、そんなもんなのかなと思ってしまうわけですよね。で、それをセットになって販売してると、じゃあそれってセットになってるから全部いるのかなと思って買ってみると、別に特に使わない、何のために使うのかよくわからないものが入ってるということになってしまって、ちょっとこういうトラブルってね、増えていきそうな気がしますね。特にそのなんていうのかな、 よくわかってない人が買ってしまうと、こんなことになるんじゃないかなと。で、これからそのタブレットだけじゃなくて、これいろんなデバイス、まあ、ウェアラブルのデバイスとか出てきますよね。で、そうするとそういうものをが広まれば広まるほど、何が必要で何が必要でないのかっていうのがますます分かりにくくなってくる。その、なんて言ったらいいんですかね。ずっと昔の話になると、まだステレオとかがね、地域コンポーネントってコンポとか言われた時代の、アンプとかチューナーカセットデッキ、レコードのターンテーブルスピーカー、それぞれバラバラに買ってですね組み合わせるみたいなのが流行ってた時代なんかも、やっぱりそれ分かってる人間でないとそれぞれ何がいるのかって今一つよく分からないわけですよね。まあそれだけかなり分かってる人の趣味の世界でもあったんですけれども、で そういうのってやっぱり普通の人には何をどうしていいか分からないから、もう最初から全部組み込まれたやつを買ってたりとかしてたわけですね。でなんとなくそのこういうスマホとかそんなものになってくると、どんどんこう複雑というか多機能になってるんで、その自分にいる機能がどれなのか、いらないのがどれなのかっていうのがよくわからないし、でこれも使える、あれも使えるっていうのはいいんですけども、ただ使うためにこれがいる、あれがいるとか言われちゃうと、あ、なるほど全部いるのかなと、で、買ってしまう。多分そういうその進め方とかご利用しの売り方っていうのがちょっとね、出てきそうな気がしていて、ぜひまあこのね、6時5分を聞いているような今方々はそんなに、ある程度こう意識がある方々なんで、そう簡単にトラブルには巻き込まれないとは思うんですけども、その知り合いの方とかね、あんまりこうよく分かってない、人たち、 Wi-Fi とその通常の通信でのネットの見え方が見るっていうことがどう違うのかとか、どっちが通信料かかってどっちがかからないのかとか、何がどうなっているのか、カードリーダーとか言われても、カードリーダーって一体 何に必要なのか、ね、メモリーカード入れるのは分かるけど、それって、なぜ必要なのかとかっていうのが分かってない人にとっては、やっぱりこういうトラブルに巻き込まれる恐れがあるので、ちょっとね、こういうことも話題にしてあげた方がいいのかなという気がします。そうしないとですね、こういうのが下手に広まると、また警戒して逆にこうね、買わないみたいなね、うかつにそんなん申し込むとえらいことになるんちゃうかみたいなことを思ってしまう人もいるので、この辺は本当に難しいなと思います。さて、そんなところで6時14分になりました。今日水曜日ですね。まあ今週3連休で月曜日お休みだったんで、まあ明日、今日、明日、明後日でお休みになる方も多いかと思いますが、ちょっと気温の変化がね、また激しいので寒くなってきてますので、ぜひ風邪ひかないように、またインフルエンザ流行ってきますんで、その辺も気をつけていきましょうということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。